はい、タイガーです。というわけで、本日ね、こんな細くなってまして、こちら使っていきます、つくみということで、はい、まだねつくみがやっていけるのかっていうのをね、はい、試していこうかなと思います。はい、まあちょっとさすがにね弱いと誰もが思っている、俺も思っている、まあ、ただ意外と使えるかもしれないということで、はい、試していきましょう。レッツゴー。さあ1試合目ラニ相手です。うん、引きは良き。あ、これ春明出してメイティスでいいかな。春明出します。一旦春明出して召喚したところコンボつないでメイティス出せばいいのでは。うん、さあブラダマンってコンボ弱い。 X からも視野に入れつつ、あ、 X からも視野入れつつ、あ、そっち出たら X 行きますか。はい、そっち出るのと X から行きましょう。はい、削ってなんぼなんでね。よいしょ。よいしょ。で、回復入る。はい、で、一回コンボ。まず一回コンボ使いました。まあ、下に来るかもしれない。下来たら、ダブコンでもう C 発動。だけど、まあ、上から来る。まあ、これ、腹コンボでいいですね。勇気が900か。あ、ブラジ偉いな。ブラジ出したいかもしれん。出しとくか。デバフかけとこいったん。まあ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 。全然使わんこともないとこに召喚入る。あ、結構偉いな、そこ。そこ偉いわ。うわ、そっちから来る。そっちから来る系の人か。ならば、相手のキャラよね。こっちでいいか。で、これ、大出し発動ですね。もう発動。よいしょ。まだ A が発動してない。で、回復も残っている。どうにかなりそうなんですけど。非常にどうにかなりそう。さあ相手どう来るか。イシュタルの捕食だけがしんどいけど、はい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 。そうね。あ、ペトラ引いた。あれ、これ飛ばせるんちゃう。ペトラ引いたよ。ペトラ引いたな。飛ばんな、まだ。一旦こんぐらいにしとっか。これ回復入るんで、よし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 。で、次ペトラ圏内だ。これでイシュタル置かれたとしたらきついか。でもイシュタルの捕食はちょっとしんどいな。イシュタルの捕食だけがしんどいな。うん、ですよね。それだけしんどいわ。そうなんや。それだけしんどかったんや、今。こうなってしまった以上、どうすることもできない。これだけがしんどかったんですけど、今。そうね。まあ、これしかないっすね、打つ手は。まあ、あと耐えること祈ろう。ちょっとね、だから、あ、ダブコンだ。エンデガは耐えなさそうですね、これ。あ、耐えたか。際どい。際どすぎる。あ、その吸収。その吸収で負けた。ああ、ということで、対戦。あ、出した。さあ、シアン来ました。雷撃で殴っていければ、悪くはないのでは。なるほど。それならまあメリッサかな。うん、メリッサ打って腹巻き打って大ヒレコンボすればなかなかいいムーブできそうですね。大体魔獣っぽいですね、 HP 的に。うん、で腹巻き置いてでいいかな。結構いい位置に召喚できそう。
うん、とりあえずブラジェよりも腹筋の方が強いかな。よし、でもこれはぶん殴り体勢でいきます。はい、よし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 、でかい低め入れて、さあ相手も2枚返ししてくるでしょう。何で2枚返ししてくるかですけど、さあ悩んでおる。一旦スキルの駒がいいな。2ターンスキルはちょっと返したくなるからな。あ、ルキアだ。あ、でもそれ普通にユフに出るわ。あ、そっち召喚か。まあ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 。で、左。はい、残念。残念。なんですけど、まあ、いっか。まあ、いっか。雷撃ダメなんでね。はい。まあ、いいでしょう。ということで。そうね。まあ、そこ、ルキアだからコンボ弱いんで、まだどうにでもなるという。わけでございますけど、はい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 、これはもうスーでいいですですね。うん、スーでいいですすぎるな。よいしょ、まだゼロコンボだな。そこだけが気がかりで、これは多分キクリ姫コンボつながれそう。うーわ、コンボ封印がキクリ姫しんどいな。痛ったなんですけど、回復しんどいけど、これコンボ残すのが偉すぎるな。はい、ちょっとしんどいんですけど、これコンボ残します。よいしょ、これちょっとおだしい、渋いぞ、きつそうだぞ、だいぶ。しんどいね、相当しんどいね、これ。トーヤか、しんどいな。ペトラでフィニッシュしよう。最後ライラ打つか。でもまあデバフでちょっと召喚でも置いとくか。うわー、中途半端な位置出たな。また中途半端で位置出やがったな。あー、すごい位置出たな。消されるね。ですね。さあ、運理はいらんな、別に運理はいらんな。まあ、こうしかないね。こうしかなくて、おりゃで、ペトラとコンボでこいつ2400でペトラが4500出るとして、あ、飛ばせそうやな。回復されなければ飛ばせそう。でも罠置かれたらペトラ出せない。ちょっと待って、その吸収はお話が違うのでは。ああ、無理だ。そりゃ無理だわ。まあ仕方ないからペトラさん行くか。さあ、その2400吸収で全てが狂いました。飛んでたね、やっぱり。ああ、やっぱダメだ、勝てねえ。いやー、にしてもその吸収キモいな。はい、ということで対戦アザシャ。さあ、続いてヒュプノス。このヒュプノスには勝ちたいな。これ今使われてないデッキの集まりだな。どっちもフェイルノートありきのデッキなんで、これ干された対決といっても過言ではないんで、さあ干された同士どっちが強いかっていうのをね、今日決めてやりましょう。ああ、これも
ウンディとか引けばいいのにな。あ、ダメだ。バイバイせー。さよなら。まあ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 、ウィブサニア出して、ハルアキ出して、で、その間にペトラでも引けば、どうにでもなりますから、痛い。痛ったったった。こういうことよ。こういうことよ、結局。よし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 。で、ハルアキ置いてペトラ出して、バチコンバチコンで、いけそう。ああ、そっちから来る。やる気満々だな、相手。そっちがその気ならって感じかな。よし、ハルアキ行ってこい。うん。で、相手の召喚なんですけど、相手の召喚じゃない、相手の置く位置なんですけど、まあ普通に言ったら B さんとか、かな。うん。バイセのコンボがないっていうのだけが、ちょっと不安なとこではあるんですけど、まあ言うてもその位置コンボ使うこともあんまないし、そっちから来る。なるほど。これはね、ほとんどの確率でコンボつなげる。そこだけつなげんのよ。そこだけつなげんのよ。こういうことが起きるんだよな、マジで。これだから、このゲームは。まあ、なんだけど、いや、まあこうするか。さすがにこうやな。どうしてこうなってしまうのかな、このゲームは。いつもいつも、いつもいつもどうしてこうなってしまうのかしら。でちょっとこれね、もう進めます。ペトラコンも残します。これちょっとペトラコンも残すことに意味があると感じた。僕も本気を出さないとね。罠置かれたら渋いけど、どうきますか相手。まあこっちにはまだ2000回復あるで、あると思うんですね。入ってないと思う。 OK。 さあこれでうち一応根核できる、作れる。メーティスの根核は偉すぎるのでは。春秋とコンボするよりメーティスの根核作った方が偉いかもしれんけど、どうだ。ブラジ、いや、まだメーティスでどうにかなりそう。で、数引いたら飛ばせる。2000回復ね。だから2500確定か。うわ、しんど。しんどすぎるんですけど、それ。その1000回復で全て終わったわ。その1000回復で全て台無しです。ああ、ダメだ。もう無理、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 無理。またもう俺の打ち方が下手くそだったのか、それともこのデッキが弱いのか、ってとこなんですけど、まあこれはもう負けなんでね、はい。やばいです。3連敗です。痛い、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 痛いよーくー。はい、ということで、対戦、あざした。さあアナン来ました。最後ぐらい勝ちたい。1回ぐらい勝たないとね、本当にもうツクヨミがオワコンになってしまう。まあオワコンなんですけど、結局フェイルノートと S5 の恩恵でもかわいそうやな。どっちも消されるのかわいそうやな、まあ、一応 S5 の禁止っていうのは今月だけというか、一旦今月つけてみようみたいな、はい、感じになっているんですけど、ああ、頼むよ。頼むよ、これ。OK、まあ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 、そこ、まあでも結局、ここを打ったところで上に伸ばされたらしんどいんですけど、まあいいでしょう、別に。で、これ、変化したいけど、メリッサで回収もあり。ちょ、一旦メリッサ打っか。はいはいはい。信号間なんでね、名前は全く知らないんですけど、
誰ちゃんですか、あなた。マラッカちゃんですか。マラッカ。マラッカね。コンボ。コンボもなかなか強いらしいじゃないですか、あなた。よし、一旦ウィーブ置いときますか。春秋。ウィーブ置いとこう。やっぱフェニオとおらんからな。コンボもしようがないんだよな、マジで。本当に。で、スプラも全然引けない、さっきから。最後の最後になって引けるぜ。毎回毎回。いらんのよな、マジで、そのタイミングのスプラ。それ以外ならいつでも強いのにって感じですよね、本当に。うん。で、これはまあ、右上 X でいいのでは。うわぁ、春秋より。全然バイス置きたい。全然バイス置きたいんだよ。バイスでいいな、これ。これなんか別に召喚入れんでも3回コンボできるわ、これ。多分ね。多分3回できそう、これ。でもこれ、あれか、メリッサ消されるか。ぽいよな。これメリッサ消されそうだから。ちょっと待って、アンチヒール入ってるな。ちょっと話が違うわ。アンチヒールは話が違うぞ、これ。アンチヒールは違う話が。あ、でもスー引いた。スー引いたらまだ参るか。まだ参るのか、これ。アンチヒールだけは話が違う。でも行くしかない、これ。おりゃ、おりゃ、おりゃ。やめてー。やめてくれー。でもさ、これ、攻めた相手吸収入るだけで、耐えれば絶対飛ばせるな。耐えればなんですけど、その耐えればっていうのが一番難しいんだよな、このゲーム。で、これ、オーダーシーム発動。あ、でもフェルグだ。4800。これ、さては。ふん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 。これは、スーとのコンボの方が出る。ねえ、はい、これ、これは飛ぶね。やったー、初めて勝ったー。嬉しいよ。オーケー。ということで、対戦、あざした。